兵庫県リアネーム、クリさんからいただきました。よし。ヒロシー、オノディ、こんばんは。MOB の方々と映画を見る企画、うちぴーイン関西、各梅田に参加させていただきました。うん、お、そろそろいらっしゃる時間かなと思っていたら、何やら周りの方々が携帯を取り出して撮影している様子。うん、発見機の裏手側の影になる位置で座っていたので、立ち上がって状況を確認しようとしたその時、まるで、50メートル級巨人が壁を覗いた時のように、発見機の向こうから飛び出している、ウチピーの顔がバッチリ見えているではありませんか。あそこから人の顔が見えたのは初めてだったので、本当に大きいんだなとしみじみ実感いたしました。映画は3回目でしたが、やっぱり何回見ても同じところで笑ったし、見た後はどこかに出かけたり旅行したくなる映画でした。うん。みんなの笑い声に、時々、うちぴーの笑い声も混じり、最後は拍手で終わって本当に楽しかったです。ありがとうございました。とのことです。なるほど。あらー。進撃しちゃった。梅田の方で一緒にご覧になったそうですよ。券売機の向こうから頭が見えたと。さながら。さながら50メートル級の巨人になったということですよ。ね、もうでもね、うん、確かにこの映画の、この企画によってですよ、見に行くって企画によって、内田さんの大きさが全国に知れ渡ってるわけですよ。まあ、そうね。本当に大きいんだ。完全にもう目印になってるからね。だからいろんなとこで写真撮ってきてて。ね、ちなみに何回ぐらい見ました、ね、内田監督。16! あっちゃこっちゃ言ってるね。16回見たわけね。そう、僕がメールした時は、蘇我にいます。蘇我ってどこですか？千葉の方でしたっけってメールしたら、バーチーですよ、バーチーって言って。返事が入ってもう業界気取りですよ。完全に。チャラチャラしてるじゃないですか。何なんですか、これから埼玉に行きますっつって。ああ、そっち周りを、僕がなんかメールした時は、高知の、行く下りでメールした時は、岡山にいますので、僕も行きましょうかって。僕も進撃しましょうかって。いや、目立つんでいいっす。さっきのような理由から目立つから。そうそうそう。小野くん一人だけだったらそんなに目立たないかもしれないけれども。うちぴーたら目立っちゃうから。目立っちゃうから、巨人いるぞ って。そうなんだ、なっちゃうんで、常にキングミッションになったわけなんですけど。ね、あ、そうですか。まあ、ただあれですね。やっぱりこう、見に行きますよっていうふうに事前に告知して、やっぱりそれなりにこう、人数が集まったりとかすると、笑い声が増えたりするんでね。うん、ああ、そうか。それはそれでやっぱり違った面白さがあると思うので、いい企画だと思いますけれどもね。まあ、上映中は引き続き、まあ、そういう企画までやっていくんですかね。うん、なんで、内田監督のツイッターとかフォローしたりとかすると、そうだ。その情報がいち早く分かったりするんで、皆さんよろしくお願いしますね。まだまだ進撃しますよ。はい。